キューピー株式会社は、1919年に設立されたマヨネーズなどの調味料を主力としている日本の食品メーカー。株式会社、中島正商店、青旗株式会社と共に、キューピー青旗グループを形成している。母体は、現在の中島正商店で、創立者の中島東一郎が若い頃のアメリカ留学時代にマヨネーズと出会い、 1919年、東京府豊玉郡中野町に食品工業株式会社を設立。1925年3月に国産初のマヨネーズの製造を開始。1957年に社名をキューピー株式会社に変更。現在も中島正商店がキューピー青旗グループの中核となっている。有名なマヨネーズの他にも様々な食品、調味料、 業務用製品も手掛けている。食品流通トップの企業層流通システムは、キューピーから独立した会社。ディスペンパックジャパン、サラダクラブは、三菱商事との合弁会社である。出店、キューピー企業、サイト、キューピーの歩みと、未来五家、富士吉田、衣、神戸、トス工場は、見学家。キユーピー青旗グループという名称で牡蠣の会社で、 グループを構成している。以下のブランドは、かつて、中島ただし商店の販売であったが、2008年6月より、キューピーの販売に変更された。以下のブランドは2014年12月より、青旗が主に販売する。キューピーマヨネーズの広告については、1968年より、ライトパブリシティの秋山明と、細谷岩織らが50年もの長きにわたり、一貫した。 ドーンマナーで、クオリティの高い作品を制作している。また、パスタソース、ドレッシングの広告では、ライトパブリシテ出身の山下雄三が制作。キューピーマヨネーズの新聞広告は、全国紙や一部地方紙にて、毎月1回、給料費明け最初の日曜、日付長官の一面中段部に掲載されている。キューピーマヨネーズ300グラム瓶とシルエット、 それをバックに料理皿を持ったキューピーのイラストが描かれたレイアウトになっている。キューピーが持っている皿に乗っているのはマヨネーズをかけたサーモンである。これはキユーピーマヨネーズが世に出た当初まだ日本ではイクノナを食べる習慣がなくマヨネーズは主に魚料理に使うよう発売されていたためである。このレイアウトが60年以上使用されており現在の広告には 毎日のお食前にと記されている。2004年10月に放送を開始した、キューピーあえるパスタソースタラコの CM は、タラコを連呼する CM ソング、タラコ、タラコ、タラコに合わせて、タラコの格好をしたキューピーちゃん人形が行列更新するもので、2006年には CM ソングが CD 化されオリコンシングルチャートのトップ10入り、新語、 流行語大賞のベスト10入りするなど大流行した。この CM を制作したのは CM 監督の加藤良一。タラコキューピーは気も可愛いとして人気を集め CM で本来宣伝するはずだったあえるパスタソースよりも有名になった。これに対し加藤良一は日本経済新聞のインタビューで僕には可愛いとしか思えない。 感覚がずれているのかなぁと語っている。キューピー社内では本来、タラコ、キューピーのキャラクター商品を販売する予定はなかったが、関係者らに配布した携帯ストラップが評判になったため、商品化に踏み切った。2006年には、ロックバンドザブリリアントグリーンのボーカルの川瀬智子の、ソロプロジェクトトミーヘブンリー6がリリースしたシングル、I-I'm-Gona Scream の PV で、タラコキューピーが、 ゲスト出演している。2018年6年ぶりにタラコ、キューピーの出演する CM が制作、放送された。は、かつての提供番組テレビ主に30秒枠のテレビ、提供番組が多い。しかし、2009年4月の改編で CM の放送時間が大幅に変わった。独立 UHF 局向けにも佐藤忍出会いのハーモニーのスポンサーである。 30秒枠。近年では、BS 朝日、BS ジャパンなど、BS テレビ局でも提供番組を持っている。稀に、特別番組で、ヒットを提供することもある。など。ラジオ長期間の CM 自粛2004年6月8日、同社と三菱商事の合弁企業である、サラダクラブで不法就労が発覚したことを受け、翌日から1ヶ月半程度 CM を自粛した。 3分クッキングの CM も同年6月9日から7月17日にかけて AC ジャパンに差し替えられた。2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震により当日15時以降長期間にわたり CM 自粛が続いていた。同社の5課工場と富士吉田工場に損傷があったためこの2工場の工場見学を一時中止する旨を ホームページで告知している。物流面では、五花工場で製造している商品を、衣工場や痛み工場、トス工場へ生産を振り返つつに工場の修復作業を進め、在庫品の流通も数日後より再開した。しかしテレビラジオの CM 再開はまだ目処が立たないため、3分クッキングについては、急遽日テレと CBC の各 番組ホームページに放送予定だった料理を動画で見られるように承知した。この他の各提供番組は CM を AC ジャパンなどに差し替えつつ再開時期を模索していた。その後、3分クッキングは日テレ系18局が同年3月28日に放送再開するが CBC 発売は東北放送、テレビ U 福島、 IBC 岩手放送の3局を除き系列10曲で、同年3月28日に放送再開、各提供番組も一部を除き、CM を再開している。ただし一部の番組は提供クレジットを自粛していた。同年4月4日に、東北放送、テレビ U 福島、IBC 岩手放送でも CM 再開したが、この3局は、震災被災地の食料事情を配慮して、CM を キューピーではなく AC ジャパンに差し替えて放送していた。同様にその他の各提供番組も福島県、宮城県、岩手県にある各放送局ではキューピーの CM ではなく AC ジャパンに差し替えて CM を流していた。なお、キューピーハートオブサンデーは東北地方太平洋沖地震以降 CM を自粛して放送していた。その後は 震災被災地の食料事情の回復を確認した上で、同年5月1日夜の本レビよりより、順次、3分クッキング以外の提供クレジットを再開、被災地でも、キ p ーピーの CM が流れ始め、キ p ーピーハートオブサンデーも、同5月1日放送部により、提供クレジット CM を再開した。しかし、2011年8月4日の東海テレビの、ローカル番組、ピーカン、 テレビにおけるセシウム酸騒動を受け、東海テレビについては、同年8月8日、提供分より、キューピーは抗議の意味を込めて CM 自粛とした。また同局発 FNSK27 局、同時ネット番組である、東海テレビ制作昼の帯ドラマの主要スポンサーでも、あるため、テロップ問題の影響により、 pt 扱いに格下げして、ネット先では CM を流し続けていた。その後は、同年10月より、東海テレビエリアでも CM 創出を再開し、同年11月に提供クレジットを含め、CM 自粛が解除された。なお、中京地区のその他の各テレビ局でのテレビ CM 提供番組については、通常通り CM を流している。 CM 再開後の東海テレビで翌2012年11月から12月に放送された昼ドラマ幸せの時間で性表現の演出が放送時間にふさわしくないと BPO から指摘されたのを受けて放送途中から最終回まで提供クレジットを自粛して CM を流した。同様に性表現の際どい連続ドラマについては放送期間中 単発特番を除き提供クレジットを自粛する判断をしている。2013年4月から6月放送の日本テレビ系水曜ドラマ雲の階段でも性表現の問題で提供クレジットを自粛していたが、2014年1月15日から3月12日放送の日本テレビ系水曜ドラマ明日、ママがいないでは、再び提供クレジットどころか CM まで自粛する事態が生じた。 自粛による CM 休止分は一部同時刻、裏番組の多曲特番や多曲単発特番に振り返られて放送されていた。一部の未放送分休止振り替えは年度をまたいで、春書き編成の単発特番に回された。また、関西テレビ歌謡22時枠連続ドラマでも2013年4月期放送のかすかな彼女の主演俳優が、 他社のマヨネーズの CM に出演している関係で提供クレジットを自粛して CM を流している。2017年に放送された関西テレビの火曜21時ドラマ第4作僕たちがやりましたでは学園ドラマであるが性表現のシーンがたびたび出ることなどから提供クレジットを自粛して CM を流していた。なお短期間ではあるが報道系 情報系の提供番組を一時休止したケースもある。現在過去、京王線千川駅の列車接近メロディーが、おもちゃの兵隊のマーチに変わります。京王電鉄株式会社、調布市、千川商店街共同組合、QP 株式会社、2019年5月4日へずらん。ありがとうございます。